全国高等学校国ら100人一種カルタ選手権大会とは100人一種を用いた競技カルタの競技大会の一つで毎年7月下旬に滋賀県大津市の大見神宮で行われている通称はカルタ甲子園だが大会関係者や選手はまずそういった名称で呼ぶことはなく大見神宮大会や高校選手権などと呼ぶことが多い主催は全日本カルタ協会 全国高等学校文化連盟、天示聖徳文教財団。主幹は日本高等学校カルタ連盟。大見神宮老門1979年に第1回大会が開催され、以降毎年行われている。カルタ甲子園は競技カルタにおける高校選手権であり、全国の高校生競技カルタ選手にとってのプレステージとなっている。団体戦は1チーム8人が編成され、 一試合に出場するのは5人で、その5人の勝敗で決する。第31回大会までは、予選リーグが3内種4チームのブロックで行われ、各ブロック1位が決勝トーナメントに進出していた。同一ブロック内で勝利数が並んだ場合は、チームで勝利した人数で順位を決定し、それでも並んだ場合は、首相以下のそれぞれの勝利数で比較していた。 参加校が増加した第32回大会以降は予選ブロックからノックアウト方式となっている。決勝トーナメントは8チームのノックアウト方式で決勝及び3位決定戦まで行われる。予選は各都府県ごとに実施されており参加校が一校しかない県は予選が行われない。かつては前年度優勝校は無条件に出場決定されたが現在は シード権は与えられない。また、過去3年間に予選参加校が10校以上だった都道府県には出場枠が2校与えられる。この大会においては静岡県政の活躍が目覚ましく、特に第1回大会から歴代最長の全国大会中連覇を達成し、歴代最多優勝校である静岡県立富士高等学校をはじめ2012年までの 全34回大会のうち、静岡県からの出場校5校の優勝回数は合計24回で、静岡県勢の優勝回数は日本一である。それゆえ、静岡県勢が圧倒していた時代には、最激戦区の静岡県予選を勝ち抜くのは、選手権を優勝するより難しいとも言われていた。団体戦開催の翌日には、個人戦が行われ、 こちらには団体戦でメンバー入りができなかった選手や団体戦自体に予選等で敗れ参加できなかった高校の選手も参加することができる。クラスは通常の全日本カルタ協会公認大会と同じく a q b 級 c 級 d 級の4クラスで行われ4位以上が入賞者として表彰される。ありがとうございます。